んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは無能な上司を作り出す癖をやめるです。自分は会社でしっかりと仕事をしているつもりなのに、上司が無能で自分の有能さを認められないという人がいますよね。自分が提案したことが通らず、上司の言う通りにしたら仕事がうまくいかなかった、実際に自分が予言した通りになった、そんな感じです。同期が自分よりも先に昇進したら悔しいですよね。どうして自分にはこんな無能な上司しかいないんだろう、そう思いますよね。そこに至るには2ステップあります。1つ目はまず子供の頃、お父さんを無能だと思っていたということです。子供はお父さんの家にいる姿しか見ないので、どんなに会社で有能なお父さんでも家でビールを飲んでテレビを見ているという姿しか見ないので、子供には無能に見えることがあります。さらに自分がわがままをしてお父さんに怒られると、お父さんがバカなんだと思ったりします。こうして自分の上にいる人はバカだという思い込みが作られます。だんだんと自分の学歴の方がお父さんを超えると、さらにお父さんをバカにします。次のステップではこのパターンが現実化していきます。子供の頃から20年も上の人はバカだと思っていると、上の人はバカだというスタンプを押すように現実が作られていきます。こうしてこの人たちは自分の上司はいつも無能だという現実を作り出すことになります。ですからこの状態から抜け出すには、まずお父さんは無能ではないというふうに考えなければいけません。そんなはずはないと思うのは間違いです。子供のあなたがお父さんを正しく認識できるはずはありません。そして今見ているのは、あなたがお父さんは無能だというスタンプを押した後の現実です。ですからまずお父さんは無能ではないというスタンプに持ち替えましょう。そうするとそういう現実が見えてきます。それからお父さんは有能だというスタンプに変えましょう。するとお父さんの有能さが見えてきますよ。そうするとあなたは有能な上司を作り出すことができますよ。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたは上司の言葉に納得できないんだね。上司は間違っていると思うんだよね。だからいつもあなたは腹を立てて悔しい思いをしているんだよね。自分の言った方が正しかったことが何度もあったよね。それなのに自分の意見を聞いてもらえず、良い結果が出ないから昇進もせずに悔しい思いをしているよね。大人の自分はあなたの気持ちよくわかるよ。悔しいね。自分は能力があるのにね。もっと昇進してやりがいのある仕事をしたいよね。給料を上げて家族を豊かにしたいよね。なのにそうできなくて悔しいね。大人の自分はあなたに教えに来たよ。あなたは確かに有能だけど、周りの人をバカにしていないかな。そもそも自分の上司を元から無能と決めつけていないかな。あなたはお父さんをバカにしていたよね。大した人じゃないと思っていたよね。人の本当の能力や知識を認めていなかったよね。だから今あなたが認めてもらえないんだよ。そしてあなたが子供の頃から上の人はバカだと思い込んでいるから、そういう上司しか現れないんだよ。思考が現実化するからね。あなたはこれを知らなかったんだよね。良い上司に恵まれたければ、最初に
上の人は自分より優れていると認めることなんだよ。あなたはそうじゃない。もし上司が本当に有能なら、良い人だと認めようという考えは間違っているよ。自分がそんな判断ができると思うなんて傲慢なんだよ。だから自分の考えが間違っていることに気づきなさい。自分が傲慢で、上の人よりも自分が偉いと思い込むから、バカな上司が現実化したんだと知りなさい。そして自分の愚かさを認めて、まずはお父さんに謝りなさい。お父さんごめんなさい。自分はお父さんの良いところ、優れたところが全く見えていませんでした。お父さんの知識や忍耐力も認めていませんでした。そしてお父さんの言うことをいつもバカにして聞いていませんでした。だから今自分を認めてくれない上司にしか出会えません。ごめんなさい。これからは上の人をもっと尊敬します。自分にはない知恵、自分にはない経験を持っている人だと信じます。自分が上の人を判断するような傲慢さは捨てます。そして素直に学びます。申し訳ございませんでした。